草木付き城下町、半甲の間、ここがね、環状場の坂上がってきたところですね。まあ、屋敷の跡がいっぱいあるんで、まあ、それなりに拝観できるところもありますし、まあ、こういう白壁というか、下はアスファルトですけど、江戸時代のタイムスリップしたような場所ですね。いろいろこう一つ一つ全部見ると大変なんで、散策の雰囲気を見ていただければと。こちらも飲み亭、飲み亭の松平の飲みですね。この飲み松平家の、城下町ですから、飲みさんっていう方がねいてもおかしくないですね。ここね、ちょっと本当にたくさんあるんで、そこの大きい坂のところまでちょっと移したいと思いますね。この間秋に萩調布に行ってるんで、もうたっぷり城下町見てるんですけど、ここはここで本当にいいですよね。で、大きいです。結構3万石の城下町とは思えないぐらい広いんで、大きいんで、いろいろ見るべきものがねたくさんここにもねありますね。ここは大原亭というところですね。壁がね、ちょっとこう古びてる感じがまたこれはこれですごくいい感じです。勝手には有料ですよね、確か。ほとんど有料なんで、写真撮るならもう入り口だけと。中は入れないですね。今人がいました。入っちゃいけない。ちょっとぐらいね、前に聞いたら、あ、全然写真撮っていいですよって言われました。その観光で来てる方はね、そんな問題はないですね。まあ、こんな感じですね。結構開けてる感じですね。これ直してるところはね、これもすごい技術ですよね。実際に塗ってるところ見せてもらいましたけど、ね、こう有名な坂で、向こう側にも坂が、こうなんていうかね、何職人っていう、土壁職人っていうんでしょうね。塗り壁じゃない、あと瓦を下ろしてましたし、瓦をこうなんていうんですかね、針金のようなもので、なんつったらいいんですかね、ちょっと素人の私には何もわからないんですけど、器用にこう組んでね、これもまっすぐになってますよね。これも測ってましたよね、板みたいのを貼り付けてですね。だからなんていうんですか、すごいこう高度な技術なんだと思うんですよ。単純にねやってることは、なんか土方の猫ちゃんがいる人みたいに見えましたけど、いやいやいや、あんな技術を持ってるのはすごいと思いますよね。写真、今日は写真絶好調ですね。すごい天気が、急に天気が良くなって、何なんでしょう、さっきまで晴れてても雨が降ってるってよくわかんない状況ですけどね。観光の人は結構少ないと思いますね。やっぱり土曜日、土日でね、人がいないとなると、ちょっとやっぱり逆にいいかなと。人が多いとこへわざわざ行くこともないと思いますけどね。まあ、ここにもね、街並みということで、まあ、ちょっとこっちは車の通る通りなんで、これ車もね、あまり通らない。日本唯一のサンドイッチ型城下町。サンドイッチ、挟んでるってことですね。なるほど。これだけはっきり、ちょっと絵図もそれらしく書いてますけど、サンドイッチですね、まさにね。谷っていうか、まあ丘っていうか、丘陵っていうか、たくさんね、家もあるんで、ちょっとね、長くなりますんで、一回。あ、ちょっと人がいなくなるの待ってたんですよ。こういう感じですね。これはこれでね、最高ですね。本当に、タイムスリップしたようなね。やっぱりね、何がいいって電柱とかないんですよ。まあ当たり前ですけど、それをうまくねやってるっていうのがいいですね。はい、武家屋敷街でした。